こんばんは。皆様、今日もお集まりくださってありがとうございます。たい焼きありがとうございます。こんばんは。こんばんは。テロップ入れますね。やばい、リングライトつけたら虫ついとった。なんか何でも 置いとこう。たい焼き集めてます。たい焼きありがとうございます。こんばんは。こんばんは。たい焼きありがとうございます。ポストしました。たい焼きのギフトありがとうございます。あ、今ポストしてたかな。たい焼きありがとうございます。ラーメン久しく食べてないけど、塩かな。塩ぐらいしか食べたことないんです、ラーメン。家で作る塩ラーメンぐらいしか。あ、そうそうそう、今日は野菜スープを作りたいと思います。ジャカルタ JKT オフィシャルショールームになってるのなんかバグってるんちゃう。俺いつの間に JKT に移籍した。してないけど。でもほら、え？JKT そう。に移籍したことになってえ？ちょっと待って。何これ、どういうこ私と、の画見せ面てだ見せって。見せて見せて。どういうこと？たい焼きありがとうございます。自分そう、の玉弁ね当ぎ使なうよ。え、でも待って、どういうこと、どういうこと、聞いて。見せて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 。いや、見せて、触らず。どういうこと？とりあえずエプロンつけますわ。こんばんは、皆さん。ほら、今日もお疲れ様でした。これ、ここを見てないして、見せ見せ。え、でえ、も押したらさ、皆さんのどうですか？押したらさ、普通のページになるやん。え、どういうこと？ JKT 吉見彩音って書いて なんで JKT になってんの？押したらでも普通のとこ飛ぶねんけど。でそうもリンクね。は間違ってないってことやんな。うちもなってる？みんななってる？ジャカルタに。みんなアーネのポスト見てみてください。さっきツイッターシェアをしたポストを見てください。心あ、機昨一日の転。チョコケーキはチョコチョコ食べてるけど、まだ食べ終わってないよ。でもチョコ食べてます。めっちゃ美味しい。上に乗ってる生チョコめっちゃ美味しい。うちもなってるって。え、でそうすでよす。ね。ね、たい焼きありがとうございます。いや、どういうこと？いつ JKT。の間に、ちょっと面白いから、ちぎって置いとくわ。ちぎるって何？こう、カシャって取って。あ、スクショ？うん。ちぎってってスクショな。いや、だからスたいクショ焼き取っありてがちとうぎっごて。ざいます。カチャ。ジャカルタなってるやんな。でも押したら、アーニャの普通のとこ飛ぶってことは、リンクの貼り先は間違えてないってこと。字幕の貼り先間違えてないけど、そんなことになってるんや。違うよ。たいまかし。ちゃいます。さまさま。たりまかし。この前公園にジャカルタから来ましたって方いらっしゃったから、たりまかしって言ったけど、気づいた方いますか？ハケレスって、いわゆるハケレスっていうやつで、ジャカルタから来ましたって思ってる方がいたから、え、ちょうど小学した日の世代交代だったちゃうかな、確か。たりまかしってめっちゃ言ったんやけど、誰か聞いてましたか？たい焼きのギフトありがとうございます。歌の途レ中インボーに。スターありがとうございます。え、だからハケです。レインボースターありがとうございます。たりまかしーって。え、どういうことか、あれも分かれへん。 あ、ヒル当選しました。おお、なんかツイッターで落選報告がさ、結構あったから、あれね。あ、聞いてた？ 聞いてた？聞こえてた？送っときました、アイネに。いや、どうも。聞いてた？たりまかし。
JKT お19日当選したよ、おめでとうございます。15日の昼どうでしたか？お祝いしに行きます。わー嬉しい、安心です。みんながいたら、うわ落選、そう落選っていうツイッター見かけたのよ。そう、どうでしたか15日の昼公演。だからハケレス、お昼当選しました、当選しました、おー外れた。そうだよね、 M 倍率やばいから今昼応援に行きます。おーありがとうございます。あ、ユシミのショールームに来た、迷ってください。素晴らしい、まあアーカイブあるからね、ルームス素晴らしい、もうそれはユシミン推しだね。あ、劇場で、お、43番席で、おーありがとうございます。ヒル当たった、こそこそ、おー素晴ら素晴ら、結構でも当たった方も多くてよかった。でも外れた方もいらっしゃるよね。キャンス待ちが当たることを祈ってます。ほんと倍率すごいもんね。もし落ちた方は一般では申し込めないシステムなんですか？え、申し込めるよ、うん、だって今日までやっ、あそうか、じゃあ一般で滑り込めることを祈ってます。その日はでもゆななんさんのね最後の日なんで、夜はね、でもお昼もね、たい焼きありがとうございます。え、シェアしていたけど通常、え、じゃあ来年のツイッターがバグってるってこと？おもろい。じゃあたい焼き、たい焼きもムキムキじゃないわ、玉ねぎ、じゃーん。そう、こちらおばあちゃん家で来年が引っこ抜いてきた玉ねぎ、引っこ抜く動画ルームスに載せているので気になる方はルームス見てください。ちゃっかり、ちゃっかり宣伝、引っこ抜くところはルームスに載せてるので、そちらも合わせて見てください。そうで、剥いたものがこちら。じゃあ自分で剥いてください、まだ早いよ。そうだな、そう剥いてから。時間ある？うん、ある。時間ある？あるよ。包丁は？包丁置いたよ。ないで、残りの玉ねぎはこちら剥いてますっていう感じ。あ、そういうことね。今もおかしくない？たい焼きのギフトありがとうございます。この服かわいいよね。そう、リボン買いました。でででん、お、6月15マイバースデーの方がいらっしゃる。たくさんお祝いするね、するね、するね。そう、6月のお誕生日の方のアクティビティもルームスに載せたので、6月お誕生日だよって方はぜひルームスのアクティビティに書いてくださると、毎月1回やってるお誕生日会配信というものを、よしみんのルームスではやってまして、そのルームスでお名前を呼びながらみんなでよしみんの皆さんと一緒にその方のお誕生日をお祝いするので、ぜひ6月お誕生日だよって方はその誕生日会を機会にぜひルームスお待ちしてます。にっこりにっこり左利き萌え。たい焼きのギフトありがとうございます。お、明日誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。そう、今月のお誕生日会配信の日はまたお知らせしますので、少々お待ちください。たい焼き抜けま、たい焼きちゃん玉ねぎ抜けました。他のはこちら、すごいツヤツヤしてるね、その玉ねぎ。これをじゃあ切っていきます。え、なんか目がちょぼちょぼしてくるから、これくし切りでいいのかな、うん、なんか若干汚れてる。大丈夫大丈夫。今日は野菜スープを、玉ねぎ多めの野菜スープを作っていきます。ゴーグルを置いたけど、なんでゴーグル、全然大丈夫やで。いや、4個来たら結構見に来ないよ。食材はもう鍋に入れちゃっていいのかな。いいですよ。じゃあお鍋にトン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 。
見てるだけで目が痛い。意外と大丈夫だったよね。え、やっぱジャカルタ気になる？じゃ気になるってアイネが設定したわけじゃないんだけど、いやアイネを知らないんだよね本当に。あ、研究生っていう表記はね今お願いしてるからちょっと待ってくださいね。お願いしてるのかっこ1週間前ぐらいからかっこ小声では、残りの3つもどんどん切っていきますね。で、結構死ぬ準備しながらんかな。クアラルンプールじゃなくてジャカルタなんだね。クアラルンプールにしては発表遅いけどね。ジャカルタファンの人もコメントしてますよ。なんか私のツイッター結構ジャカルタの方多いんだよね、うん、農業をツイートした時大体陰率がジャカルタの方なんだよね。ショールームしてるからかな、谷若しいとか言ってるからかな。なんか JKT、 これはあのあれですけど英語ですけど、 Leave Yoshimin alone って書いてて、ヨシミンは放っておいてくださいって取ってみた。翻訳おかしいよね。いつからなったんでしょうね。プールじゃなくてクアラルンプール、そうなんだ、聖小納言みたいな、そういう感じ。ちょっとですね、なんかな、よし、ミアヤネだったらおかしいもんね。ちゃんと区切りましょう。クアラルンプールです。4玉目切ります。農業はジャカルタの方に刺さってるんですよね。ね、くまちゃんのゲストありがとうございます。4玉切れまし た、すんごい玉ねぎ。他の野菜も切っていきます。今回は夏野菜なのでピーマンとナスビと人参です。まあ、人参は特にあれだけど、夏野菜野菜スープです。もうちょっとヘタちっちゃくしようか。それ身ちっちゃない？あ、そう、うん、これこっちでいい？いや、ゴミでしょ、それ。ゴミ袋、ゴミ袋。ちょっとなんか、雑ですね。ヨシミンは雑です。ヨシミン is 雑。ですけどしなしなするんで、あのちょっとあやね的にはほっそりしたいそうですね。ちょっと雑にで足りまかしい。ピーマンの肉詰め作りたくなった。雑なのは私に似たのかな。あ、そうかな。え、 A 型だけどね。いや、あんまり深く物事考えるタイプではないのかな。でも結構考えたりするんだよな。なんかピーマン汁がピーマン汁ピーマン汁が半分
分はおじいちゃんとパパのカレー用に取ってください。ここに。そうなの、うん、玉ねぎも。あ、玉ねぎいらんわ。そうやったわ、ごめんごめん。じゃこれぐらい。え、人参はなんかあのおじいちゃんは食べたらダメって遺言で言われたらしいわ。遺言、うん、なんか先祖の遺言言われてみて、それ嘘やろって思って。先祖の遺言嫌いなだけやね。人参切っていきます。人参はどう切ったらいい？乱切り？人参は輪切りの半分。輪切りの半分、うん、危ない危ない。輪切りにしてから半分にした方がいいよ。そうそう、半月切りです。半月切り、こうだよね。そうそうそう。雑やってほんまに。いや、それ半分にしたやつを輪切りにしていった方がいいやん。そうそう。たい焼きありがとうございます。そう、今たい焼きのギフト、多分最後の新人枠であろうたい焼きキャンペーンをやっておりまして、新人枠で1位になるとぼる塾の田辺さんと一緒にショールームの東京のスタジオで、ショールームの番組に出演できるみたいなので頑張りたいと思います。ナスビめっちゃ大きいね。このナスビ、ナスビって美味しいよね。あのあれが好きです、ナスビの炒め物。うわ、そうか。違う、ナスビのなんか半分に切って上になんか味噌、ね、切ってる方がちょっと見えた方が面白いと思うよ。そう、うん、ちょっと待ってね。うん、ナスって美味しいよね。パッティは食べていいよ。ナスのひたし、にひたし、いいよね。ちょっとね、画面が揺れたらちょっと見てる人気持ち悪いと思いますよ。映ってるかしら。うん、映ってる映ってる。パパたち用のナスもいるの。ちょっと少ないかな。そっちからちょっと。あ、分ける分ける。うん、大きいねこのナスやっぱ。これはパパたち用のカレー用のナスです。うんうん、ちょっとこっちからも、うんうん。玉ねぎはまだまだあるんでいいですか。また玉ねぎ料理配信しますね。いっぱい教えてもらったやつ、作りたやつめっちゃあるの。玉ねぎ料理、玉ねぎのオニオンリングとか、生玉ねぎのマリネとか、玉ねぎステーキとか、じゃーん、こんな感じ。野菜がたっぷり、おいしそう。ほとんど8割いや7割ぐらい玉ねぎ。あ、お肉あるんだけど、お肉はまあいいか。
カレーに入れときますね。じゃあこれ多分出来終わるまではできないので、うん、明日の朝ね、出来終わるとこまで。あ、朝もするってこと、うん、明日はね、夜おうちカラオケ配信をしたいと思っております。イエス、21時から。イエス、イエスって何なので明日は2回します。6時半からと21時から。21時からは、カラオケ配信します。あのウインナーが美味しいよな。で、これ入れていいの？これ入れる？うん、ドバッとね。じゃあこれトマト缶入れます。そう、トマトジュースじゃないけどトマトで煮ますよ。脂肪燃焼スープ、なんかわかんないけどトマトが脂肪燃焼になるのかな。だいたい脂肪燃焼スープって紹介されるやつにはだいたいトマトが入ってるんだよね。生トマトもありますけど、どうしますか？あ、じゃあどっちもで。ああ、カレーはね、横に分けてるんですよ。ミネストローネはね、苦手なんだけど、トマトの野菜スープは食べれる。あれあれだよ、食べれるけど、そう得意じゃないの部類にミネストローネも入ってるんですけど、あ、インゲン豆とか高野豆腐とかと同じとこ。ドバ。でもトマトの野菜スープはいけるんだよね。うん、明日その食べますなんだよな。そう、明日の朝には出来上がってると思うので、明日の朝配信で完成したところを食べたいと思います。あ、ツナ缶もいいね。ちょっと今一缶しか余ってないけど、我が家はツナ缶大好きなので、あやめがね、よく料理に使います。ずれたはずなのに、ちょっとね、炒めた方がいいと思うんだけど。もうん、入れる？油入れる？うん、確かに炒めてないね。あの、もう時間的にあれなんで、これを煮ますっていう感じだと思う。じゃあ煮ます、うん、これをまた明日の朝の配信で食べたいと思いますので、気になる方は明日の6時半お待ちしてます。はい、明日の朝には出来上がっていると思います。ではさよなら。写真とか撮らなくていい？じゃあ、どう、むすいの？いい方で。はい、スクショタイム、ウーバーイーツいいですよ。ウーバーミンツ、カシャカシャ。生トマトも入れるんですよね、うん、なんでだろうね。トマトスープっていうか脂肪燃焼野菜スープね。もうただこうやって水入れて煮込みます。そう、ローリエ入れて、ローリエ、うん、入れます。まだまだ、それあ、まだです、うん、はい。ブロッコリーいいね。ほんまやな。そう、これは朝、明日の6時半から食べたいと思いますので、気になる方はお待ちしてます。そう、セロリとかも入れるよね。セロリあれ苦手だけど、セロリはあの生姜と同じ食べれない部類。たい焼きありがとうございます。たい焼きのギフトありがとうございます。明日はおうちカラオケ配信をしたいと思います。カラオケボックスじゃなくて、久しぶりに普通のショールームのやつで。そう、手軽でいいよね。あ、てってれーてってれーと、ママは買ってきてくれた、たい焼きのキャンペーン中だからって買ってきてくれた、たい焼きのアイス、尻尾まであんって書いてある。初めて見たんだけど、こんなアイスあるんだね。ね、ね、初めて見たこれ。じゃ一口だけ食べて断食にします。あ、それ美味しいやつ。そうなの？たい焼きは、あやめは頭から貼るってことで、頭からいた、うん、おいしい、
通によくあるモナカみたいな感じ。バニラとあんこも入ってるよ。バニラがほとんどだけど、おいしい。そんな売ってたんや、すごいね。お、15日行くよしみん、おー、ありがとうございます。嬉しい、頑張ろう練習。そう、15日当たらなかったってことは一般で当たるかキャンバチで当たることを祈ってます。では男女見したいと思います。来てくださってありがとうございました。明日の6時半から配信したいと思うのでお待ちしてます。13位さくちゃんまんさん、ありがとうございます。12位チョコさん、ありがとうございます。11位まさたかみーさん、ありがとうございます。10位コバトンさん、ありがとうございます。9位おろしさん、ありがとうございます。8位大くん、ありがとうございます。7位ロンドベルさん、ありがとうございます。6位近藤和弘さん、ありがとうございます。5位しんのすけさん、ありがとうございます。4位のぼきじさん、ありがとうございます。そして3位はてけ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 でんみょんさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はてけ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 でんうーかメインの箱押しさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はてけ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 てパチパチパチ。では明日の配信は6時半から。え、アイヌの配信みんなで食べてるやん、お待ちしてます。夜は21時からカラオケするので待ってます。バイバーイ。次の配信も来てくれるかな。またねー。モバメ送るよ。今日はしっかり送るよ。